サンゴです。今回は兄の謎と友達のおゆきと初コラボしたいと思います。よいしょ、イエーイ。で何すんの？今日やるのはね、ちょっと3つのゲームをやりながらみんなで素材集めに行こうかなと思ってます。あー、なるほど。3つのゲーム、3つのゲーム。一応今やろうと思って考えてるのが、原神の言葉だけでしりとりと、前に兄とやった横文字禁止ゲーム。あ、難しそう、待って。なるほど。最後に原神の漢字クイズ。あー、なるほどね。この漢字なんて読むでしょうみたいな、はいはい、をやりたいと思います。了解。頑張ります。だからその3つのゲームで得点競うみたいなこと、ポイント制みたいな。あー、そういうこと。そういうことあ、オッケーオッケー。3ラウンドやってトータルのポイントが高かった人が勝ち、うん、あー、オッケーオッケーっていうことでやっていきましょう。はい。じゃあまず原神しりとりからやりたいんですけど、原神しりとりは、まあ普通に原神の言葉だけでしりとりしてって、出ない時あるじゃん、うんうん、で、そう、あまりにも出ない時間が長かったら、なんか残りの2人がカウントダウンを始める。あ、そこはもうなんかあの、あれであれであれして何も伝わってこないけどノリでノリでね。まあじゃあそんな感じでやっていきたいと思います。はい、OK。 まあでもあれよ、言っても俺1ヶ月だからね、まだ。あ、始まるね。そうね、頼むよ頼むよあ、じゃあ謎くんが詰まった時は10秒で、うんうん、私とさんちゃんは5秒とか。あ、いいね、いいね、いいね。それでいこう、それでいこう。よっしゃ、じゃあ私から。え？どっちでもいいよ。じゃあ行きます、はい。スイートフラワー。わ、わ、待って、わ、泡ポイント。おー、とでいいんだよね、俺。とでいいよ、とでいいよ、とでいいんだよね。だからとから始まる原神の言葉を言えばいいんだよね。そうだよ、うん、なら、その、まあ、原神の世界にあるとから始まる言葉ってことだもんね。そうだよ、うん、うん、まあいっぱいあるよね、と超簡単なの一個あるし。トマト。おー、おー、トマト。なるほど、確かにありだな。トウ、トウ、トウ、トウこれ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 とか、トウじゃなかったっけ。あ、トウ、あ、そういうの。あ、そう、トウそれどうですか。それも木とかありになっちゃうから固有名詞としてトウを出すなら OK だけど、何々のトウみたいな。あー、うんうん。じゃあ凍結。おー、おー、つ、つ、え、つ、待ってね、つ、おゆき、つは、つ、あるかな、つ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 、え、つだよ。おっと、カウントダウン来るか、これは。カウントダウンが徐々に今近づいてるから大丈夫そう。つ、つ、つ、タイムリミット来ちゃってんじゃない？5、5、え、つ、4、つ、3、つ、2、1、つ、ダダーン、つということでね。え、これはどうする、俺とサンゴ1ポイントにするか、ゆうきマイナス1か。あ、俺サンゴじゃプラス1ね、うん、じゃあ次いきますか、ゆうきから。じゃあニーローのうから。うってことだよね。あ、これちなみにぶはあり、ずからうはありな気がするけど、うからぶはなんか微妙かも。だから、あ、1個出てきた、まあ、いっぱいあるんだよね。あ、いるいるいる、確かにいるウェンティウェンティウェンティ、あウェンティイかな。そうだね、なんかイな気がする。イワ元素。フォルシュ。シュメール。え、スメールシュメールユキ、ユキ、原神の世界にいるから。誰、ユキ。あ、おユキのこと言ってんの。じゃあそれダメだよ。あ、これダメ。原神、原神じゃないじゃん。あ、ユクアキ。あー、そう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 。あー、なるほどね。キララ。ラピスラズリ。おー、リ、リーウェ。エンシェントビショップ。プネウマ。プネウマ、何、あのフォンテーヌのさ、うん、プネウマとウーシアっていう。ああ、あの敵じゃなくて取るやつか。なんかあの、そうそうそう、丸い取るやつあるじゃん、はいはいはい、あれプネウマとウーシアがあって。すごいな、あれの名前覚えてんの、すごいな。ま、ま、まか、俺じゃ。うん、ま。え、これさ、そのアイテムの名前とかでもいいんだよね、まから始まる。うん、でキャラクターでも大丈夫と。キャラクター、うん、敵キャラでもいいよ。敵キャラでも大丈夫。生物でも大丈夫。大丈夫。地名とかでも大丈夫。
大丈夫あと一応、まあ、一応確認しとかなきゃいけないから、技名とかも大丈夫だよね。だから、ま、今から始まればさっきからずっと確認しかしてないけど ね、 ね、一応一応ね、だから言ってさ、なんかあそれはダメかなってなったらちょっとショックじゃんいやそういう気持ちをだからみんなにもしてほしくないから俺は、はい答えて、はい答えて、まあ、松材松材いいカウントダウンかな、そろそろ、いや次は次はいやいいいいあるか、パイありすぎてどれ言うか悩んじゃうかも俺。いいいいいいあいいいうい、えいおいかいきいく出るかそれ、いけいけやいけやは石石田石田とかいなかったっけ誰稲妻で探してくれば石田え待って今気づかなかった、ええ今あれ確かに那須くんが言っちゃったやん答え、えはい頑張ります、何も言ってないよ、あ何も言ってないごめん稲妻いや面白かったな今の全然何のこと言ってるのか分かんなかった、全然気づかなかった全然気づかなかった、あースルーしとけばよかったないやースルーしとけばよかったのにいやー悔しい、えじゃあまあね、マハルカデバータ、おーすごいサクサク出てくんな、何何何何国名かなんかですか、あーまだねスメールやってないからねあそうスメールやってないと多分知らないかも、マハルカデバータ、マハルカデバータ、そうだね、タえ、だ、だじゃないよね、ただよね、うん、ただよ、ね、他行のたってことだもんね、だからたそうそうそう、他行のただよ、なるほどね、で一応確認だけど原神出てくるのは何でもいいんだよ、あだよね、いや、ちゃうちゃうちゃう、俺はカウントダウン10秒だよね、いや、そうだよ、そうだね、一応確認、一応確認、なんかそれ焦っちゃうから、俺そういうの、なんか5秒とか言われたら 10秒くれてんだよね、一応ハンデで、うん、10秒始まっちゃうよ、うね、早くしないと、タルタルや、あー、タルタルやタルタリヤヤヤエガヤエミコ、おおヤエガミコって言ってたら罰だったからな危ない危ない、あね、なんだったっけなんだっけ、琥珀樹だっけ、あー琥珀、琥珀で琥珀だった気がするな、クレーレあーまあまあまあ、まあ、あるある、レザー、おー、ザリガニっていなかったっけ、いないか、あーいた気がする、いる、お、やっぱじゃあザリガニで、ニニーロ、ニーロ言った、最初言ったよ、だからなしよ、ニーロ、じゃあ同じのなし、え、だからルール確認してないから同じのなしって言ったっけ、言ってないよね、どうする、おゆきどうする、え、ちょっとこれはダメかな、これはちょっとダメか、いやだからやっぱルール確認大事だったんじゃんほらなるほどね、だからあんなルール確認してたね、そう、こういう事態を俺は防ぎたかったやっぱあそうだね、ごめん文句を言う小学生の子供にお母さんが言うみたいな感じじゃない、そうだね、ごめんごめん、お母さんが悪かったいやもうちょっとだからいやこれでもどうかな、見てるみんなは許してくれないんじゃないかな、どうだろう、ルール確認だって俺やろうでやろうってちゃんとやってたのにルールに破られるわけでしょ、どうするどうする、ちょっとうるさいねあの人、どうするちょこれはなしで、これはなしで、もうじゃあお母さんがなしって言うからなし、うん、じゃあおゆきとサンゴに1ポイントずつ、やったまあでもユキちょっと冷静になって考えてみ、今1位は3号だからね、おーおー確かに、倒すべき相手はじゃあ一緒に倒そうよ、じゃあ横文字禁止ルールいきます、あ終わりまだまだいく、自分が周囲に立った瞬間に終わらせに行くやつね、横文字禁止ルールはまあ横文字ってご存知、みんなご存知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 ないの方のために、うん、横文字はあのカタカナ、ご存知ないの方、カタカナの言葉なんて言うんだっけ、とにかくカタカナになるようなことをなしという感じでね、で禁止だけど言った時に他の2人が気づかないでそのままスルーされたら成功、成功何成功セーフ、セーフ、別に、うん、そうだね、で指摘した人にポイントが入るシステムです、はいっていう感じのルールでやっていきたいと思います、喋る内容はじゃあ原神関連で原神に関するテーマを、うん、何でも喋りたいこと、トークテーマ一人一人出してとかで喋っていくっていう感じで、よーいスタート、あごめんなさい固有名詞 OK で、あそうね、原神の固有名詞は OK で、改めてテイク2よーいスタート、拙者謎と申す者でござる
拙者はたびたび遊びのようなものをねやらせていただくわけなんですけれども、話す名目ということで一つ出させていただきたいと存じます。使ってそうで使ってない、うん、使ってないね。使用率の一番高い人物は何でござろうか。あ、使用率、あ、使用率か、まあキララですね。あ、この見て分かる通り確かにね、なるほどね、うんうん、確かに、あの、あアップな、何、アップな、あのあって書いてる、危なかった、あのこう終わったみたいな雰囲気出してるけど、こうやってみんなで遊ぶときに、うん、キララちゃん以外普通に普通にいけない怖いんだもん、だってスラスラし、あ、え、どうしたどうした大丈夫、どうしたちゃんちゃん、いや、スラスラは別に大丈夫でしょ大丈夫なの大丈夫でしょ、カタカナ使ってる、横文字じゃない、ひらがなでもいけるからさ、いや、そうなの、うん、一人でひらがなでいけるよ、一人で爆発してるけど違う違う、全然大丈夫だと思いますよ。だってあって言ったらさ、あの言ったんだなってバレちゃうから、はあ、だからあって言わなきゃよかったで、あーあーあーってなった、あ、なるほどね、一人でなんか遠くに飛んでったけどはい、じゃあ次サンゴちゃん。私はまあ最近で言うとアルハイゼンかな、か八重様か、フータオちゃん、一人でも強いですよっていうキャラでフータオちゃん使うことも多いかな。なるほどね。なぜは俺は、ギシアカリサさんかな。あ、でもあれ使用頻度の話だっけ。そうだね。あ、でもそれで言ったらイエランかな。ユーラン使ってたっけ。使ってるね結構使ってない。めちゃめちゃ使ってる。使ってた、うん、なんか螺旋とかでも特に使ってるイメージある。あ、うん、あ、はい、いたいたいた、イメージイメージイメージ、よし、あーくそー全然気づかなかった。いや待ってね、あって言っちゃうんだけど、いや言っちゃうよね。いや、そうなんだよ、マジで言っちゃうんだよ。これ言わなきゃ素通りできるわ、うん、できるできるできる、そうだね、うん、ちょっともう黙るわこれから。これから黙るわ、ね、10か、ナゾさん1ポイント、よし。じゃあ次のトークテーマ、おゆき、好きな場所、うん、あ、場所、おばか、うん、私それで言うとありますね、即決即断鎮守の森。あ、鎮守の森ね、鎮守の森にあるところか。あ、そう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 、あの青く光り輝いてるところ。朝と夜とだったらどっちが好き。いや、あれね、朝も夜も夜なんよそうなん、そう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 、あそこ入った途端なんか異空間みたいになって暗くなる。あー、そうなんだ。ちなみに僕は稲妻全般的に好きですけど、あー、稲妻城らへん、具体的に、あ、あそことか好きだけど、稲妻、あのね、うん、ゴンダ村、ゴンダ村、あー、ゴンダ村、あー、あれゴンダ村って読むんだ。あれゴンダ村じゃなかったっけ。ゴンダ村ってゴンデン村だと思っちゃった。あ、でもあ、ゴンダ村かな、いや、ゴンダ村だ、ゴンダ村って、うん、ならゴンダ村だ、ゴンダ村、え今見てたのに全員違うあ、実際にじゃ あのこれから移動して見てみましょうか。おう、はい、ここめっちゃ良くない。確かにザ・日本って感じだよね。あー、田舎ので、ここにさ、社があるじゃん、うん、あー、はい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 、ヤシロ2のかな、なんかちょっとしたなんかあれね。そう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 、で、あのお迎えのあのシバモンさんに挨拶して、シバモンさん、こんにちは、シバモンさんあ、村長、あれ村長だな、あれ、あれ村長いなかったっけこの村。あ、いたと思う。村長はいるかも、でも誰か忘れちゃった、ね、ちょっと確かに、ちょっと今インサート撮ってる、二礼二拍、 あ、インサート、あー、くそー、早っくそー、今しかもあって言っちゃった、やったー、早かったね今、おゆき1ポイント、めっちゃ早かった今、早かった、めっちゃ早かったもうさっきの負けめっちゃ気にしてるじゃん、ゆき絶対取るぞみたいな取り返したね今、絶対ここ1ポイント取るぞみたいな雰囲気超出てた今確かに確かに、あ、インサートとか言ってた今同点です、全員一緒、え、すごい。次のトークテーマいきますか。じゃあ一緒に住むなら誰。あ、それは人物ね、人物で、はいはいはい、住むね、住む、一緒に住む、うん、あ、私はノエルかな。あー、あれか、なんか料理とかね、確かに作ってくれそう、うまそう。あー、ね、これリオセスリかな。えー、なんで。え、しっかりしてそうじゃない。あー、あー、しっかり、あー、でも、うん、壊されそうじゃない、なんか
確かに。そんな乱暴キャラなの。いや、陰影。なんかちょっとあれじゃない？警察だから、え、警察なんだよね確か。警察なんだっけ？警察？警察ではなくない？なんか監獄の。あ、監獄の人。いや、俺まださ、うん、やってないから、あの物語の大筋を。うんうん、まあ、私もまだやってないけど、なんかイメージこうちょっと、うん、ちょっと機嫌悪い。はい、イメージイメージイメージ。あー、早い。あぶねー、やばい。やっぱさ、それ使っちゃうよね。使っちゃうな。ナチュラルに使った今。でも今、あ、あって言わなかった私。成長、成長した。成長だ、それは。え、てかさ、ユキ途中で気づいてなかった？いや、私は自分で言いかけて、あって言った。あ、言っただけ？あ、よかった。俺キャラって言ってたんだよ。え、それは気づかなかった。え、全然わかんなかった。いや、もう私漢字禁止ゲーム、横文字禁止ゲームやってること忘れてたわ。なんならなんならさあ、ということで謎3点、私2点、おゆきが2点と、今のところ謎がリードしております。じゃあ最終ラウンドいきますか。最終ラウンド、最終ゲーム、原神の漢字クイズ。原神の漢字クイズ。それは謎に原神の漢字を出してもらって、それの読み方を答える。で、正解した人がポイントをもらえて、で、うん、2人とも正解できなかったら謎にポイントがいく。あー、なるほどね。え、じゃあこれはもう私とさんちゃんが頑張るしかないってことか。そうだね、頑張るしかない。じゃあいきますよ、大丈夫ですか。はいはい。それでは1問目こちらです、ドン。あー、え、知らないな。なんかいつもみんなが田中って言うからさ。はい、サンゴさん。甲冑龍銀。甲冑龍銀違います。違う。あ、はい、甲冑龍銀。甲冑龍銀。正解。マジ？甲でいいんだこれ。甲の部分に甲がもう入ってるじゃないですか。もうこの甲で大丈夫と、まあね。はい、じゃあ2問目いきましょうか。はいはい。2問目の問題、こちらです、ドン。あ、まあ、ボス素材ですよねこれは。ピンポン。そうだね。はい、サンゴさん。神達の地。ブブ。ピンポン。はい、ユキ。神髄の地。ブブ。ピンポン。はい、サンゴ。神髄の地。ブブ。さあ、サンゴあと1回、ユキあと2回ですね。うーん、ピンポン。はい、サンゴ。新釜の地。はい、ブブ。サンゴ終わり。ピンポン。はい、ユキ。新国の地。ブブ。はい、あと1回です、回答権は。新、これむずいな。なんだ、まあ、普段使う漢字ではないですから。はい、どうぞ。新代の地。はい、ブブ。あ、正解は、浸水の地でございます。浸水、これで水。はい、あ、読めないな、読めないな。まあ、じゃあ謎2ポイントか。はい、やばい、勝たなければ。それでは3問目こちらです、ドン。うわー、うわー、濃いやめじゃん。専用玉、玉子。ブブ。専用玉面。ブブ。専用玉砕。あ、ブブ。専用玉金。ブ。専用玉トン。ブブ。あ、正解は専用玉白です。白。白。うわ、読めない。これ白なんだ。ということで、また私のポイントということになりますが、あ、最終問題で獲得ポイント 何点になるんだろう。獲得ポイント、じゃあ10点で。10点。おお、なるほど。クイズ番組ある、逆転のチャンスがあると。最終問題こちらです、ドン。ピンポン。はい、サンゴさん。石像かも。え、なんて。石像かも。石像かも。ブブ。ピンポン。はい、ゆき。石六かも。ブブ。ピンポン。いや、かもの読みな。はい、サンゴ。石髄かも。ブブ。素直に読めばいい。あ、ピンポン。はい、ゆきさん。赤くちばしかも。赤くちばしかも。で、よろしいでしょうか。はい。正解。すごい。素晴らしい。え、すごい。そのまま読めば大丈夫。絶対違うだろうと思ったけど、すごい。思い切ったね。思い切った。思いついたとしても、やっぱ回答権を使って答えるのにはなかなか勇気がいる。赤くちばしかも。正解でございます。でも、やった。赤じゃないのにね。ね。それはいいだろう。さあ、ということで、今回の優勝者は、おゆきさんです。やったー。おめでとうございます。ありがとうございます。合計ポイントは
合計ポイントはサンゴが2点、謎が5点でおゆきが13点です。ダントツじゃん、13だとダントツだもう。ということでサンゴのミニゲーム大会どうでした？めっちゃ楽しかった、はい、よかったと思います。お、ええ、ちょっとサンゴが 弱すぎたんでもうちょっと強くなってから挑戦します。強くなれんのかなあ、じゃあさ、サンちゃんの得意分野でなんか対決しようよ、はい、あ、サンゴの得意分野か。あ、うん、でもサンゴにね得意分野ないんだよね多分あれだね、じゃあ、画像だけ見てこれは何のドラマかとかだったらめっちゃ答えられる。いや現実関係ない